ここにいるぞ。来たか。伊藤に従う連中が集まってきたら始めるぞ。あんたにとっては初の任務だ。何か聞いておきたいことはあるか。長倉さんには言わずに来た。あの人は俺がこそこそ動いているのを怪しんでいたから。あっちもこっちも腹に一物抱えて騙し合いだ。まあ無事に終わったら全部話すさ。あいつらもすぐに現れる。味方としてではなく敵としてだがな。東堂も鈴木も伊藤派だ。悪い奴らじゃなかったが切るほかない。物分かりが良くて助かる。東堂たちは手だれだ。壮絶な切り合いになるだろうが準備はいいな。よし、連中の帰りを待ち伏せるぞ。始めようか。気合い入れてくぜ。やはりこうなりましたか。伊藤先生が危惧していた通りです。知り合いで名を立てることしか考えていない。今こそ伊藤先生のもとで争いのない世を目指すべきです。無駄ですよ。伊藤さんはここには。伊藤を晒すぞ。
屋根から奇襲できないか。私を出し抜いたつもりか。いいな、真に追い込まれたのは君だ。あんたは過分な野望を抱いてる。近藤勇に代わり君は話の分かる男だと思っていたが残念だよ。君も所詮時代遅れの侍でしかないよな。なやっているのはただの侍ごっこだ。異常なき斬り合いなど茶番だ。なぜわからん。なせぬことがあるのだ。やっに見えていたんだ。だから近藤さんの下で無心に幕府に尽くすなど耐えられない。
加勢してくれて助かったよ。おかげで新選組を守れた。あんたが何者か知らんが、新選組を語るような真似はもうやめておけ。騙し合いばかり見てきたからな、なんとなくわかるもんさ。じゃあな。